共振チャンネルの小木です。小瀬です。カルです。レンジです。今回の企画なんですけど、誰が一番キレイな選手か、何がやります。ブチギレ選手権やね。ひどいぞこれ。ブチギレることないですからね。俺はお前によく来る。間違いない。ブルーやもん。まあでもみんな宝くじの件で動画出たんで、それ一回まあ見てみてください。その後のプレイということで、早速誰が一番ブチ切れるかやっていきたいと思います。で、ルールは最初の一周は15秒ブチ切れてもらいます。僕が何か仕掛けたりボール出した時にスタートして15秒ずっとブチ切れた。2周目はまた時間かけてやりたいと思います。さっきの宝くじの件あったんで、ブチ切れると思う。そのプロもここで話して、じゃあやっていきたいと思います。ブチ切れ検証、レッツゴー。ブチ切れ慣れとるかどうか。そうだな。じゃあみんな喉乾いてるやつ水で、はい、はい、ありがとうございます。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 何が好きなの俺っすか。結構ガチな話で、それとかママが好きなんです。 M っす。お前 M ない？ M っす。ド M？ ド M ではないっす。例えば、ちょっと首絞めてやみたいな女の子おるじゃないですか。もう死んでもんじゃんみたいな。嫌な。いや、もう死んでもんどうするんすかって話じゃないですか。絞めてって言われたら絞めたい。いや、無理。絞めてって言われたら絞めたい。一睡の変態やな。もうされるがままがいい。まあ、女王様みたいな動画のロリキョンにも好きです。違うかい？俺に考えてくるな。マジで。ボーナスよ。メンサーちゃんもそう。泣くんちゃう。泣く。ほんまに？おい！ええー、お前これ！お前の嫁やりって褒めてこない。お前これ！やめちゃやめちゃもう。やめちゃもんな。しんどこれ。ちょっと待って。これはかわいそう。これはかわいそう。しんどこれ。うわ、しんど。オッケー。次じゃあ30秒ですか。前の嫁やりこれ。俺だけじゃん。絶対言うもっと怒るぞ。お前絶対言うもっと怒られるぞ。じゃあお前は性癖ない。あ、俺の性癖ですか。いじめないみたいな。キモお前。いや、逆にコウセ君の性癖なんだ。性癖しようみたいな。すいません、なんでこれ。もっと甘なったどうすんねん、これ。お前笑ってんの、お前しまんぞ、お前。あ、思ってるから、お前。あ、何でお前下が下がるの、笑ったの。はい、オッケー、はい、オッケー、はい、オッケー。お前、怒り慣れてないな。慣れてない、怒られてない。怒られてない。はい。一旦こいつ見たら怒れるから。じゃあ、次が30秒。白飯が食べたい。白米。いろいろあるやん、白飯食べる。あ、ちょっと待てー、お前これさっき引っかかった宝くじやねんかい。白飯帰ってきてやな。宝くじさっきお前、ドッキリかけられてんじゃねえかよ。まだいいって30秒、ここでまだいいって30秒長いし、でもやったからやってもやらなかった。30秒ばっかり。ちょっと待てちょっと待てー。芸人ってやっぱすごいわ。終わったか。終わらない。会社の名義だから会社で払っとけ。ドライバー
誰が1位やったかな。あ、お疲れ様でした。お疲れ様です。まあでもこれは誰が一番リアルで怒れとったの。いや俺昴生君やと思って。昴生自分に自信持ってる。いやいやちょっと謙虚分だと思う。でもいかずかレンやったら俺はレンやったと思うけどな。俺もやえ、いいって言ってた。大丈夫怒ってん、怒ってん、さっきです。怒ってん、競技ちゃうっす。まあこれは視聴者さんからのコメントできるから誰が一番演技うまかったか名前をコメントしてください。昴生、光、蓮、これ同様多かった人は優勝、視聴者さんに決めてもらいましょう。ビリはもちろん罰ゲームですよ。何やかんや、罰ゲームないやん。まあな、難しいでしょ、罰ゲーム。これはもう定義なしやから罰ゲームさっき決めてませんじゃん。じゃあ罰ゲームは俺らがしこたま落書きして顔にそれでどっかお店に行くなんだ。それはもう俺が決めることじゃない、俺らが決めることじゃない。そうやな、視聴者さんが決めることやから。最下位だ。最下位、最下位。1位はもう俺がなんかするからな。ということで皆さんコメントの方よろしくお願いします。最後になりますが、この動画が面白かったと思った方でいいんで高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムとツイッターもフォローもよろしくお願いします。ということでまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。